トヨタによりますと、豊田市の吉原工場など2工場3ラインで昨日の夕方から、今朝からは高岡工場やRAV4を生産するトヨタ自動食器の長草工場なども加えた6工場10ラインで稼働を停止しています。車用のバネを手掛ける大手取引先メーカー中央発條の藤岡工場で昨日発生した爆発事故の影響でバネの調達が難しくなったことが原因だということです。トヨタは今日中の稼働再開は困難としていて、午後にも明日以降の稼働について判断するとしています。